愛いイラストでしたけれども、引っ張りました、大きい、なんとここで一発編みました。3番の栗原、この回先頭変化球を捉えました。第7号、今日も試合を動かしたのは福岡ソフトバンクホークス。加藤が1点を失いました。変化球で入った、金村さん初球でしたね。これチェンジアップかなと思う。